愛愛の福村です。日本語愛愛は、今年5周年を迎えました。今6年目です。だいたい月に1回活動しています。活動場所は、高畑不動の駅の近くの子ども家庭支援センターです。やっていることは主におしゃべりです。あとは一緒にダンスをしたり音楽を奏でたり、いろいろな国の料理を作ったりして、楽しんでいます。いろいろな国のお母さんと、お子さんが来られる、グループになってますので、ぜひ、参加してみてください。日本人の方ももちろん、歓迎ですし、お子さん連れじゃなくても、どんな方でも、来られますので、よろしくお願いします。